はい、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は京都市上京区地下鉄大塔線鞍馬口駅より徒歩6分の中古戸建てをご紹介させていただきます。今回ご紹介するお住まいは路地裏に立つ京都らしいロケーションに佇む再建築ができない物件です。再建築はできませんが、柱を残してリノベーションはできます。間取りはなかなか広いので、ご自身でリノベーションしたい方におすすめです。立地も交通機関、買い物施設も徒歩10分圏内にあるので便利です。気になる販売条件は概要欄のリンクからご参照ください。そんなわけで本日は路地裏に立つ中古戸建てをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日ご紹介するお住まいはこちらの中古住宅になります。そして今回このお住まいのプレゼンターとして DNA 不動産の中野香織さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いつも一人で撮影してるんですけども、はい、今日はご案内の方ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、で今回このお住まいは昭和59年の建築ということでお聞きしてるんですけども、はい、であとこちら路地裏の方に入ってお住まいですよね。はい、なので再建築はできないということで、さようでございます。今回はどっちかっていうと、まあ、リフォームとかリノベーションをご自身でしていただいて住んでいただくという感じですね。そうですね。はい、で奥に進んでいただくと、まあ、突き当たりになってまして、お隣のお住まいがあるんですが、連棟住宅ではなさそうですよね。はい、はい、一応お隣とはつながっているようで、つながっておりません。つながっていないというお住まいとなっているということで、はい、ちなみにこの通路が東向きですね。はい、はい、じゃあこちら玄関。はい、ありがとうございます。おー、はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、玄関は結構広いですよね。そうですね。ね、かなりゆったりしてますね。はい、はい、で目の前に、まあ、こんな木で作られた木が階段が、はい、スケルトンでついてまして、下にもちょうどね物を置いていただけそうですし、この辺りにシューズボックスを置いていただけそうですよね。そうですね。はい、で入っていただいて、まず左手に引き戸があるわけなんですが、この引き戸結構幅狭いですね。はい、幅狭い。はい、僕が入ったら60センチあるかなっていう感じです。ね、ちょっと横歩きで入らなあかんかもしれませんけど、はい、まあ、入っていただくと洗面化粧台と、その横に少し物を置いていただける棚がありまして、あとお風呂が右手にありまして、お風呂はまあ、あの古いタイプのタイル張りのね、はい、ホーロー型の浴槽になったお風呂になってますね。はい、はい、色使いが面白いですね。そうですね。ちょっと昭和な香りがするんですけれども、綺麗にでも使っておられるので。そうですよね、なんか、はい、水垢汚れとかもほとんどないですもんね。はい、はい、でその反対側、こちら開けていただくと、こちらは1階のトイレスペースで、ここは新しい目のトイレに交換されてますね。そうですね、トイレは交換されたというふうに聞いております。はい、はい、玄関戻りまして、今度こちらの引き戸ですよね。はい、はい、あ、開けていただけるんですね。はい、ありがとうございます。あ、ここがキッチンスペースですね。はい、あとこう手前にね、なんか姿見ついてるんですよね。はい、実は可動式でございます。こんな感じで。あ、全然映ってますね。はい、あ、なるほど。はい、面白い。はい、これも用途に応じて動かすことができるんですね。はい、でもちょうどこのね、鏡になってるんで、なんか空間がね、この階段が映ってますけど、なんかかえって広く見えますね。そうですね、やっぱり鏡があると、うん、面白いですね。はい、でこの奥入っていただくと、ここがね、あの水がこぼれても大丈夫なようにフロアタイルになっているんですが、はい、キッチンスペースですね。はい、でこの辺りはもうどうしてもね、年数古いものなので、リフォームは必要にはなってきますね。はい、はい、でキッチンの後ろ側については、約 4.5 畳の洋室、和室ですね、ごめんなさい、はい、和室スペースになっております。はい、でこちらにも扉があるんで、はい、廊下からも直接この 4.5 畳の和室に入っていただける動線になってまして、その奥にも6畳の和室がございます。はい、つなげていただくと、もうここで10
10.5 畳ですねぐらいありますね、はいはい、このキッチンスペースも入れれば12畳ぐらいありそうですね。そうですね、はい、はい、で中入っていただくとこちらに収納スペースがあるんですが、長野さんのエアコンがそうなんですよ、中に埋め込みになってるじゃないですか、はい、これ上手に考えてありますね。そうですね、いらん時はこれ閉めたいですよね、はい、そうですね、もう見えたくない時は閉めれるという、いう苦肉の策なのか何なのかですが、エアコン別に見せても支障ないと思うんですけどね、ですね、お家だったのかなと思います。あとその横に一応仏間がありますね。そうですね、はい、開けてありますけども、あとこのお部屋ちょっとポイントというかちょっとお伝えしないといけない点があるということで、はい、実は、もう築39年になっておりますので、はい、ちょっともう畳の方ずっと物が置いてあったのと、あと土壁なんですね、うん、はいはい、でちょっと気になるなと思って、はい、剥がしてみたところ、ここの下のところが、あ、はい、少しというかあのシロアリの被害が発見されてしまいましたので、このあたりはちょっと補強するなりのリノベーションが必要かと思われます、うんうん、ちょっとシロアリが入った動線がちょっと見えますね、はい、うん、なるほど、まあでもそこまで床までやられてる感じはなさそうですね。そうですね、はい、個体自体は結構しっかりしてると思います、はいはい、でその横にはまた 4.5 畳の和室スペースがございます、はい、でこちらも壁一面収納スペースで、ここはエアコンはビルドインになってないですね。そうですね、はい、まあでも、うん、ここ例えば使い方によっては結構収納が多いですよね。そうですね、だから場合によってはこれを取り壊して、ちょっと広げて6畳にももうできますね、はい、はい、でちょうどねこう真ん中に中庭がねあるんですよね。はい、これちょっと今うっそうとはしてますけど、はい、いい感じでね、そうですね、ちょっと石砂利並べたりとか灯籠を置いたりすると、はい、ちょっとそのね日本庭園っぽい感じのお庭にはできるかもしれませんね。そうですね、はい、もうこれ、はい、あの雪見障子が、あ、本当や、ね、いい感じで雪が積もればね、はい、そうですね、開けていただいてね、はい、こうちょっと横になってね、はい、中庭を楽しむことできますけど、ちょっと今はね、そう、今はちょっともう嘘としておりますので、あんまり楽しむにはね、はい、ちょっとね、はい、でもこの引き戸開けると先ほどの廊下につながっているという動線になってますね、はい、はい、だからこの廊下を通じて直接こちらの和室に入ってこれると、はい、はい、であとこれね、路地裏のお住まいって結構家が立ち並んでて真っ暗なイメージあったんですけど、結構明るいですよね。そうですね、でこれが西側ですよね、はい、で西側もちょっと今まあここ、ね、嘘としておりますが、はい、してますけども、はい、まあ、言ってもこっちがね大きな建物が今建ってないので、まあ、昼以降はね西日が入ってきて、うん、そんなに真っ暗ってことはなさそうですね、うん、はい、はい、それでは続いて2階のお部屋のご紹介なんですけども、こちらの階段上がっていこうと思うんですが、階段は年数の割には結構緩やかですよね。そうですね、ちょっと手すりがないんでね、後ほどちょっとつけていただかないといけないかもしれませんけども、はい、はい、こちらが2階なんですけど、中野さん2階に洗濯機置き場があるんですね。はい、これ雑巾も洗える感じの、はい、あれですね、掃除用のと、はい、洗濯機置き場が2階にで、はい、これ嫌だったらこのアコーディオンカーテンでまあまあ閉めることも見えないようにはできます、まあ、はい、で廊下もね意外とゆったりしてるんですよね。ちょっと広い目です ね、まあまあ収納がまたすごい、廊下側にもね約 1.5 畳ほどの収納スペースがあるんですよね、はい、でここが結構ゆったりしてまして、でなんとバルコニーがね中庭の部分についてるんですよね、はい、これ変わってますよね、まあ、一応まあ波板ですけど屋根ついてますし、日当たりもそんな悪くないんで、そうですね、明るいです、洗濯物はね、うん、十分乾かすことできますし、はい、まあ2階の洗濯機置き場からこのバルコニーの動線を考えたら干しやすいですよね。そうですね、流れとしてはね、はい、はい、で手前にこちら約6畳の和室スペース、まあ、基本和室メインのお住まいなんですよね、はい、まあでもすごい綺麗にされてると思います、はい、はい、あまたまたこちらにも
ここはあれですね、あの扉外してはるんですね。そうですね、これあったら半分ぐらい空気邪魔しますもんね、うんうん、はい、あでもこれ上手になんかしまい込んでありますよねはい、で床の間があってね、はい、はい、であよく見たら中野さん、はい、この棒は、はい、天井裏収納庫ですか。はい、さようでございます。これひょっとして、はい、あこんなところにこんなところにあるんですね。はい、はい、こんな感じで、あありがとうございます、はい、じゃあ早速ちょっと拝見させていただきますね。はい、どうぞ。あ中はねちゃんとこう壁側が木で覆われてる感じでしっかりしてますし、はい、中も結構広くて、そうですね、ちゃんと棚まで作り込んであるんですよね、はい、これでもとってもたくさん入る、ね、収納スペースですね。あの整理しやすいですよね、棚があったら、ね、そうですね。これはすごいなんかあのたくさん物置いてあったんじゃないですかね。はい、すごくやっぱりスペースがあったらあった分だけ入れちゃう感じはしますけどね。でもやっぱ暑いですね確かにそうですね、まあ、換気扇も、はい、ということで天井裏収納庫が以上で、その奥進んでいただきますと、こちら廊下側から中庭を望んでいただくことができるんですが、まあ、落ちないようにね、柵がちゃんとついてますんでね、安心ですよね。ただまあ上から望むにはね、ちょっと手前に室外機もあったりするので ね、はい、ちょっとまああまりパッとはしない感じですけども、まあ、間が空いてる分、ここからね、東西から日差しが入るので、どの部屋も結構明るくなってますね。はい、で、こちらまず右手側からいきましょうか。こちらも隣に一緒で約6畳の和室スペースになっています。はい、収納スペースもあるんですけどここもやっぱりこちらもビルトインになっております。これ洋室やったら多分こんなことしないんでしょうけどね、はい、和室やからね、はい、でも上手にしてはりますね、はい、ひょっとしたらなんかお家も同じようなことしてますっていう人いらっしゃるかもしれませんよね、はいはい、でこのあその隣のお部屋が、はい、約 4.5 畳で、まあ、つなげてね使っていただくこともできれば、この廊下からもね直接入っていただけるお部屋となってますんで、独立してもご利用いただけます。あとはまあ場合によってはね、この収納が必要なければね、はい、取っ払ってしまって広くもできますね。そうですね、はい、でここは吐き出しの窓になってますけど、朝日はこちら東側から入ってきて、昼以降はこちら西側になります。ですね、はい、はい、でこれちょっと網戸をちょっと一回開けさせてもらって、はい、失礼しました、はい、で西側がねこんな感じで、まあ、平屋ではないんですが、これちょっと一段下がってるんですかね。そうですね、うん、でも今こんな感じで建物はね高い建物ありませんし、日差しはね入ってくる、ちょっと西日暑いかもしれませんけども、そうですね、はい、はい、まあ、ここもなんか将来的にあんまり建て替わることはなさそうですね。そうですね、ここもあの再建築不可のエリアになってくるかと思いますので、うん、はい、ちょっとこれ以上高いものはちょっと建たないかと思われますので、はい、あの視界は確保できるかなっていうのと、うんうん、あと西山の方が見えるので、はい、ね、街中でありながら山も望めるということで、あと駅も近いっていうのが利便性としても ね、はい、いいですよね、はい、はい、ということで本日は中野さんありがとうございました。ありがとうございました、まあ、一通りお住まいね拝見させていただいたんですけども、はい、今回はね再建築不可っていうことだったんで、はい、まあ、基本はね、まあ、リフォームリノベーションが前提になると思うんですけども、はい、何かこう中野さんの方で補足とか、はい、あればぜひ。はい、ありがとうございます。あの確かにまああのリノベーションを、はい、が必要にはなってくるんですけれども、やり方次第でどうにでも変わる面白い物件だとは思っています。そうですね、はい、なんか路地裏入るところなんかはなんかある意味京都らしい感じもしますね、はい、あと立地も駅までもね結構近かったりしますからね。そうですね、2つ駅から徒歩10分以内では、鞍馬口から6分、今出川から9分、はい、なので、はい、あの利便性もいいところなので、はい、ちょっと距離はありますけど京都御所もね、はい、歩けば15分ぐらいですかね。そうですね、行きますもんね、はいはい、ぜひ京都でね、はい、お住まいお探しの方につきましてはね、ぜひお問い合わせいただけたらなというふうに思いますし、本当に京都らしいねお住まいにね
あのリノベーションできるんじゃないかなと和室も多いですし、はい、特にね中庭なんかもね、そうですね、うまいこと使ってもらうと、はい、雰囲気よく作っていただけると思いますので ね、 お、はい、ねここね、そうですね、はい、やっぱりこれがあることですごく明るいお家になってますので。ああそうですよね、はいはい、まあ、本当に路地裏ですけどね、まあ、その辺の日当たりにも全然気にすることないので、はい、まあ、ぜひご興味いただける方いらっしゃればね、お問い合わせいただけたらなと思います。はい、はい、ということでね、販売条件につきましては概要欄の方にリンク貼らせていただいてますので、そちらの方を見てですねお問い合わせいただけたらなというふうに思います。ということで本日は中野さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、多くのお問い合わせお待ちしております。